どうもYKMUSICROOMへようこそ。さて今回なんですけれども、僕とビートルズということで、僕とビートルズとの出会いだったりとか、ビートルズにまつわる思い出みたいな、かなりプライベートな話にはなってくるんですけれども、そういうお話をざっくばらんにできたらなと思っております。この YKMUSICROOM というチャンネルもね、解説していろんな大好きなアルバムだったりとか特集してきたり、カバー曲上げたりしてたんですけれども、やっぱもともと僕はビートルズが好きっていうこともあってね、この視聴者さんの方たちもビートルズ好きな方多いんじゃないかなと思っております。個人的にはね、僕ジャック・ホワイトとかもすごく大好きでね、去年の年末にジャック・ホワイトの特集を上げたんですけれども、あんまりビートルズほど伸びはしなくて、あんまり需要はないのかなと思ってちょっとショックを受けてたんですけれども、やっぱりね、皆様なりのビートルズとの出会いだったりとか思い出っていうのがあるとは思うんですけれども、僕もね、ビートルズはもう本当にちっちゃい頃から大好きですので、そのきっかけとかね、またビートルズにまつわる思い出とかエピソードとかたくさんお話できたらなぁなんて思っております。なのでね、いつものようなそのアルバムにまつわる話とか、そういうトリビアとかね、そういう話は一切出てきませんので、そこだけご了承いただければと思います。まずそもそも僕とビートルズとの出会いなんですけれども、思い返してみたら小学5年生ぐらいなんですよね。当時僕はエレクトーンを習っておりまして、で、そのエレクトーンのその発表会でアンサンブルをやることになって、そこでビートルズの曲をメドレーでカバーすることになったんですよね。そこで初めて僕はビートルズの曲を聴くことになりまして、そこでベスト版の確かワンっていうね、赤いジャケットに黄色い数字の1っていう、数字が書かれてるベストアルバムを、借りて、当時は MD だったんですけれども MD でひたすら聴いてた記憶があります。で、そこで多分僕の中で一番最初に、衝撃を受けたというか、ずしんと子供ながらに響いたのがヘイジュードだったんですよね。よく聞き返せば多分 CM とかで当時も聞いたことあったなっていう感覚はあったと思うんですけれども、じっくりそこで改めて聞いた時に、なんてメロディーの美しい曲なんだろうって、すごく子供ながらに感銘を受けた記憶があります。そしてね、エレクトーンのアンサンブルっていうことだったんですけれども、当時多分5人か6人ぐらいで、ビートルズの曲4曲やったんですよね。オブラディオブラダとゲットバックとレッドイットビーとヘイジュードをやった記憶があります。ポール作ばっかりなんですけれども、すごくポップな曲ばっかりで、当時僕が担当したのが、コーラスラインを担当した、ハモリみたいなところを担当したんですよね。なのでメインのメロディーでもないし、オブラディオブラダのね、目立つようなベースラインっぽいのでもないし、ほんと地味なところだったんですけれども、そこでね、ビートルズのハーモニーの凄さみたいなのを実感したこともあったんですが、そういう形でビートルズに出会いました。そして小学6年生かな、小学6年生の5月の時に、運動会が学校であったんですけれども、その時の運動会を担当してた、男の先生がビートルズが大好きだったんですよね。そしてもうその年のその先生の本当に趣味に走った感じはあったんですけれども、運動会で流れる BGM がひたすらビートルズだったっていうね、僕はたまらなく楽しかったんですけれども、周りの小学生はどう思ってたんだろうなと思います。それこそね、タイトルとかもいろいろもじって、長縄跳びとかあるじゃないですか。あれをね、The Long and Winding Rope っていうタイトルにしたりとか、いろいろもじったりしてたんですよね。当時組体操も「YESTADE」と「Let It Be」で僕ら組体操やりましたからね。こういうサボテンとかピラミッドとかをね、イエスタデーっていう時にパッてやるみたいなね、絶対合ってなかったと思うんですけれども、僕は個人的にはすごく思い出深く残っております。そしてね、リレーの時とかもね、僕第一走者で、的を持って走ってたんですけれども、その時ね、当時誰かがフライングを 2,3 回やって、スタートラインずっとね、何回もやり直してた記憶があるんですけれども、その時にバックでかかってたのが I Feel Fine だったりとかね、だからそういうね、ビートルズの曲聴くといろんな場面が思い浮かばれるんですよね。そしてその年の小学6年生の夏に、当時親戚がアメリカに住んでて、で僕らも1ヶ月弱ぐらいアメリカに行く機会があったんですよね。でその夏休みに、当時も MD だったんですけれども、 MD ウォークマンと、その中に MD がビートルズの赤版青版と、それからジョン・レノンのソロのベストアルバムを、携えていきまして、行きの、飛行機の中とかね、で向こうに行ってからも、車でどこか出かける時とかに、その、海外のね、もう目新しい景色を見ながら、ビートルズの曲を聴くっていうね、僕は子供ながらにすごくいい音楽体験だったなと思うんですよね。そしてそこからはもうひたすらね、ビートルズのいろんなアルバムを聴きあさり始めて、誕生日とかもね、おばあちゃんにジョージ・ハリスンの「オール・シングス・マスト・パス」をねだったりとかね、CD ショップで探すのも大変だったと思うんですけれども、そういう、ビートルズとかをいろいろ聴いてる時に、ちょうどおばあちゃん家でその誕生日プレゼントで僕がビートルズの CD をもらったのを、おばが、見てて「あ、ゆうたろうくんビートルズ好きなの?」っていう話になって、おばちゃんもめちゃくちゃ大好きだよって言って、その当時おばちゃんがねビートルズのレコードとかをめちゃくちゃいっぱい持ってたんですよね。そしてポールが好きだったっていうこともあって、ウィングスのレコードとかもあったりして、でも小学生の時にまたそのねおばちゃん家に遊びに行って、レコードをひたすら聴くっていうね、もう本当にいい英才教育を受けてきたなって自分では思ってるんですけれども、本当にそこからも本当にビートルズばっかり聴いてましたね。そして中学校に入って、なかなかね周りでビートルズ聴いてる友達とかもいなかったんですけれども、めちゃくちゃ仲良くなった友達がいて、で、ビートルズすごくいいから聴いてみてよって言って、僕が MD を渡して、でその友達から逆に僕はブルーハーツを教えてもらったんですけれども、そういう交換とかもありながら、けどね楽器を始めて、ギターとかも始めて、僕も一人で家でね弾いたりしてたんですけれども、周りで一緒にやれる友達とかもいなかったので、当時やってたのはゆずとか、それを一緒にハモったりしながらね、なかなか人前で別にビートルズやることなんかもなかったんですけれども、そしてちょっとね時は前後するんですけれども、だからリアルタイムで僕が終えてたのは、例えばジョージ・ハリスンの最後の「ブレイン・ウォッシュ」というアルバム、これはジョージの遺作になるわけなんですけれども、これはねもう当時 CD ショップで予約をしてフライングゲットをして聴いた記憶がありますね。そこからあとはねポールが新作を出したりするたびに聴いたりとかもしてたりしたんですけれども、2013年ですね、僕は当時大阪に住んでた時にポールが来日するっていうことで京セラドームまで見に行きましたよ。もう本当にね1曲目が確か「Eight Days a Week」から始まったんですけれども、もう幕が開いてイントロがね鳴り始めた時にもう本当に僕は感動した記憶があります。なんかどっかでねやっぱりその歴史上の人物みたいな感覚があったので、それこそ織田信長みたいな感覚ですよね。そういう人が見えるステージに立って同じ空間で同じ空気を吸っているみたいなね、なんかちょっと不思議な感覚に陥りました。また僕が人生で初めて買った CD はビートルズの「サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」なんですけれども、これはそのアメリカに行った時にね家族で CD ショップに行きまして、でどうしてもビートルズの CD が1枚欲しいって言ってて、で当時ねいろいろネットとかで調べたりしてて、サージェント・ペッパーっていうのはいろんなロックの名盤とかのランキングで1位になってるっていう情報だけはしてたんで、もうそれを買いたいっていうことでね、それを買ったんですよね。で当時向こうでいろいろ聴いてた時に、ベスト版でね青版とかでサージェント・ペッパーは聴いたことがあったんで、それ以外のアルバム曲に期待してたんですけれども、小6の僕にはあまりアルバムの良さが分からなかったんですよね当時は。で、すごくポップな「When I'm 64」ばっかりリピートするみたいな感じで聴いてたんですけど、もちろんね今思えば大好きなアルバムですごいアルバムだなと思うんですけれども、初めて買った CD はそういう経験でした。また向こうでねCD ショップにいた時に父親とそのビートルズのコーナーを見てて、でビートルズのライブ映像が見たいって僕は思ってて、でけどね英語ばっかりのパッケージなんでどれがどれかよくわからないんですよね。でイエローサブマリン自体は聞いたことがあったんで、イエローサブマリンのパッケージがあって、このビデオを買いたいっていう話をしたら、父親が自分でそのレジに持って行って自分で支払いをするんだったら買ってもいいよって言ってくれて、でもう英語ももちろん話せないですし、もうめちゃくちゃ人見知りだったんでもちろん緊張はしたんですけれども、なんとか勇気を振り絞ってそのイエローサブマリンのビデオを買ったんですよね。イエローサブマリンはご存知の通り映画「イエローサブマリン」だったので、アニメーションですよね。もちろんアメリカで買ったので、当時のビデオなので字幕とかも日本語であるわけでもないので、もうアニメのストーリーもよくわからないし、サイケな感じもあったりしてね、なおさら子供にはわからないと思うんですけれども、なんでそれを買った時に、自分ながらにねちょっと買ってもらった父親にも申し訳なさとかもあって、ひたすら擦り切れるほどそれを見返してたりしてたんですよね。で最後にね4分ぐらいだけビートルズのメンバーが出てきて、でみんなで「All Together Now」を歌うみたいなところがあったんでね、いやここでビートルズみんな出てるよって言って、そこをすごく楽しみながらね何度も見返してた記憶があります。ということでねやっぱねそれからいろんな音楽好きで、もういまだに新しいバンドとかも掘ったりして聴いたりするんですけれどもね、やっぱビートルズって別格なんですよね。まあいつでも帰ってこれるふるさとみたいな、やっぱ音楽の僕の原体験がそこなので、皆さんにとってもいろんな出会いだったりとか思い出が詰まってると思うんですけれども、僕のビートルズとの思い出っていうのはそういうところがありますよね。やっぱまあ歌ってたのもずっとビートルズだったので、まあ英語で歌うのがすごくやっぱ僕は好きで楽しいなっていうところがあったので、まあ自分がやってる今 Frozen Gap っていうプロジェクトでもまあ英語詞で歌を作って歌ってるわけなんですけれども、まだね、そういうまあビートルズのねアルバムだったりとか、まだ特集してないアルバムもあったりするので、まあ今後いろいろアップしていきたいなと思っておりますし、まあその作品でもまだ触れてないアルバムとかもあったりとか。まあ他にもね、もっと僕キンクスとかも大好きですし、ストーンズとかも大好きですし、まあいろんな最近のアーティストとかもね、どんどんこのチャンネルで紹介していきたいと思っておりますので、ぜひね、皆さんもチャンネル登録して、いろいろ一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。またね、コメント欄で皆さんとビートルズとの出会いだったりとか、ビートルズとの思い出などを聞かせてくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。Today I wanna be the light to reach where you wanna be. Wherever you stay, you may feel like being alone, but I can be the one you need on now. The world is yours. Today I wanna be the light to reach where you wanna be. Wherever you stay.Just a little bit of time. Watch your heart, and a beautiful place may change your life dramatically. The sky above was deep blue, and now it's changing. Which color will you choose? Connecting some stars like concert started. Let's draw pictures you like tonight, so we can find them someday. It's not so hard to get beyond time, as long as you and I are here tonight. I was the one burning up, the world is lighting up. Words aren't enough for us now. I lose my voice and the sound of crackers fills my town.